クモハゼは太平洋とインド洋の長官隊に生息するクモハゼ属のハゼの一種。第一背びれを縁取る黄色曜日が特徴。和名は体側に雲状の模様を持つことにちなむ。最大で全長 10cm から 12cm で標準体長の3割ほどが頭部によって占められる。頭部は縦弁、体幹は側辺し典型的なハゼの体型を持つ。 体の前方と腹部は円鱗、それ以外は串鱗によって覆われる。第一背びれの上部は太い黄色の帯に縁取られ、その下には黒か主色の帯がある。体側面の中央から下部には黒色斑が並ぶ。体色は周辺の環境に応じて変化する。オスはメスに比べて大型で、体色が濃く、尻びれが高い。大きく複雑な性能を持つ。 インド洋及び太平洋に広く分布するがハワイにはいない。日本では千葉県沿岸、若狭湾を北限として与那国島まで分布し、小笠原諸島と八丈島にも生息する。川口域や岩礁性海岸、珊瑚礁に生息し、2メートルより浅い長艦隊の砂底底や潮だまりに見られる。最大寿命は万4年以上と推定されている。エビ、 かに、貝足類、短脚類、膝ザ貝類、巻貝類を食べる。18ミリメートル以下のコチギョは、貝足類を主な餌としているが、生魚が貝足類の中でも補腹性のものを食べるのに対して、コチギョは浮遊性のものを食べている。私有遺体。九州沿岸での調査によれば、繁殖期は6月から9月。産卵は半月修正の周期で行われる。 産卵場所は、砂霊状の石の下面、岩に開いた穴や割れ目、死んだまがきの殻。オスは巣穴に泊まり、近くに来たメスに求愛する。メスが求愛を受けて、巣穴に入ると、さらに求愛行動が行われた後に、産卵が起こる。産卵後、オスは、卵が孵化するまでの間、巣穴の入り口に泊まって、卵を保護し、同種や、他種の動物を追い払うが、卵保護中に、 他のメスと再び繁殖することもある。その一方で、自らは産卵場所を占有しないスニーカーオスは、他のオスの巣穴の近くに隠れ、メスが産卵を始めると巣穴に入り込んで卵を受精させる。スニーカーは産卵場所を占有するオスに比べて小さい傾向にあるが、清掃はより大きく発達する。産卵場所を持つオスはスニーカーを追い払うが、スニーカーは 他のスニーカーが追い払われているスキや、オスが、巣穴の中に入った直後などに、侵入に成功することが多い。大きいスニーカーほど巣穴に近い場所で機械を待つので、より侵入に成功しやすい。一方で侵入したスニーカーは、巣穴の持ち主によって追い出されることになるが、小さいスニーカーほど長い時間追い出されずに止まる、傾向にある。繁殖期の後半に、大型のオスが少なくなると、 それまでスニーカーだった小型のオスも開いた巣穴を占有することが多くなる。卵は太いコンボ状の鎮静付着卵で、長径は約1.8ミ、mm、リメートル、短径は約0.35ミ、mm、リメートル。水温摂取23度から27度では、約65時間で孵化し、孵化直後の死魚は全長約2.3ミ、mm、リメートル。死魚は後部の背側と腹側の両方に、 国色法が並ぶのが特徴。クモハゼは陰頭葉を擦り合わせて出すうなり声のような音と、高校内に水を流入させて出すポンというパルス音の2種類の音を出す。グラント音は求愛に使われ繁殖期にしか聞かれない。パルス音も繁殖期に多く発せられるが、こちらは個体間での威嚇や攻撃の際に用いられる。 染色体数は24対48本で、いずれの染色体も単腕である。クモハゼは、ハゼかクモハゼ属に分類されている。クモハゼ属には他に、スジクモハゼ、ヤハズハゼ、クロヤハズハゼ、シジミハゼ、クサビハゼなどが含まれるが、クモハゼは、中でもクロヤハズハゼと多くの特徴を共有する。この2種の明確な識別点は、色彩で、 第一背びれの模様が異なることと、黒やハズハゼの体側の黒色斑は下部に伸びないことで区別できる。また、雲ハゼの方が頭部がやや短く、第一背びれがより前傾する。分子系統学によれば、雲ハゼ属は瞳ハゼ属に近縁であると推定されている。形態の比較から、他に、ウロハゼ属、サザレハゼ属との近縁性が指摘されている。 ありがとうございます。